なんでこんなことに。私が何をしたというんだろう。ああ、こんにちは。少年、あまり王宮には近づいてはいけないと何度も言っただろう。ここには高貴な方々が住まわれているし、警備が常に厳重なんだ。迂闊に付近をうろうろしていると不審者としてとっつかまって牢屋にぶち込まれるぞ。無知は罪ではないけれど、悲しいことに疑わしきは罰するのが王宮の方針だ。私は君がいい子だと知ってるから問答無用で手荒な真似はしないけど、必要ならばためらわないぞ。私には王宮を守る義務があるからな。ああ、いや、ごめん。人と喋ってるのにため息をつくなんて不作法だな。心配してくれてるのか、少年。やっぱり君は優しいいい子だね。実は近頃、私が団長を務めるナイトメアの同僚とうまくいっていなくて、私ご覧の通りの武骨者なので、前からあまり誰とでも仲良くできる感じでもなかったんだけど、最近はそれなりに親しくおしゃべりできるような相手もできていたんだ。副団長のクリスちゃんとか、新入りのトモちゃんとか、見習いのまつりちゃんとか、仕事帰りに一緒にご飯を食べたり、休日には連れ添って買い物に行ったりもしていた。そういう風に仲良くできるのって初めてで嬉しかったんだけど、私幼い頃からこのように鎧などを身にまとってたから、基本的に怖がられるんだよな。別に悪さはしないし、なるべく恩和に振る舞ってるつもりなんだが、ともあれナイトメアのみんなはそんな私が運よく巡り合えた仲間だ。気軽に普通に接することができるかけがえのない友人たちだ。それなのに最近私はどうもみんなに避けられているようなんだ。前から一般的な団員にはやや遠巻きにされていたんだが、最近はトモちゃんやまつりちゃんまでよそよそしくて、私が挨拶するとビクッとして口早に「おはようございます」とかなんとかもごもご言って逃げるように去る。そんなあの子たちの私を見る目は怯える小動物のようだった。なんでだろう。理由がわからないんだ。私が何かしただろうか。そんな心当たりもないし、事情を聞きたくても話しかける機会すらない。みんな私を見ると怖がって遠ざかってしまう。わけがわからない。不安で悲しくてため息ばかりついてしまう。少年には私が敬遠されている理由がわかるだろうか。何がいけなかったのかな。どうしてみんな私を怖がるんだろう。ありがとう。実際君は普通に接してくれて救われる気持ちだ。やっぱりそうなのかな。もっと可愛い鎧とかにすればいいんだろうか。でも私は王宮の警備を務める門番だし、威圧感のある外見の方がいいんだ。トモちゃんたちはとっくに見慣れてるだろうし、怖がられているのは鎧や兜のせいじゃない気がする。少年と喋っていたらちょっとだけ落ち着いてきた。みんなが私によそよそしくなった理由はわからないけど、ゆっくり事情を聞くなり、私が何かしたなら謝るなりして、みんなとの関係を修繕していきたいと思う。一人ぼっちは寂しいからな。少年、よかったらまたどこかでたまたま会ったりしたら話を聞いてほしい。悩みや愚痴を聞いてもらえるだけでだいぶ心が軽くなるから。
少年には迷惑かもしれないけど、どうかよろしく頼む。なんだろう、王宮の内部が騒がしいな。助けて、殺さないでくれ。どうした、何事だ、状況を報告しろ。近づくな。暴れるな。仲間に刃を向けるとは何事だ。どうしたんだ本当に。私がわからないのか。鎧が、たくさんの鎧が。仲間だと思ったのに、鎧はみんな化け物で。鎧？鎧がどうしたと言うんだ。落ち着け、一から説明しろ。助けてくれ。ああ、逃げてしまった。よくわからないけど情けないな。王宮を守るのが役目の騎士が持ち場を離れて遁走するとは。少年、司祭は不明だが、どうも異常事態が発生しているらしい。王宮の平和を守るのが我らの役目だし、放置もできない。大急ぎで私は王宮内部の様子を見てくる。危険かもしれないから、少年はすぐに帰るように。それではね、少年、話を聞いてくれてありがとう。黒金のナイトメア。力を貸してくれるのか。それはありがたい。君がいると心強いよ。ふむ、ビーストの居住区には初めて足を踏み入れたけど、見たところ街並みは普通だよね。まあビーストも生活様式は私たちと同じような感じだから当然ではある。実際尻尾なんかの動物っぽい身体的な特徴があるだけで同じ人類だしね。魔物とは違う。歩いているだけで問答無用で襲いかかってきたりはしないはず。とはいえ一応警戒しとかないと。ビーストたちと私たち、王宮勢力、特にナイトメアとは歴史的に折り合いが悪い。長年にわたって迫害と血で血を洗う抗争をしてきたんだ。私が生まれる前の話だけど、親しい隣人だとは思わない方が吉だね。ほら、なんか睨まれてるし。これが私たちに対するビーストの一般的な反応だと分かってはいるけど、普通に険悪な態度を取られると悲しいな。茶化して愛想を振って取り入ろうとしても難しいだろうね。唾を吐かれて追い払われるのが関の山だ。ふう、どうしよう。道を聞きたいんだけどな。武器に手を添えてる人が多いし、迂闊に接触したら戦闘になっちゃいそう。まあいっか、今日は訓練も任務もなくて休みだし、気長に探そう。大きな柱時計のあるお店の横の十字路を北側に進んで少し歩く。ここかな。この二階建てのお家がまつりちゃんの自宅。本当にビーストの居住区に住んでるんだね、あの子。もう知らないっす。お母さんのわからずや。絶対に絶対に絶対にジュンさんは悪い人じゃないっす。自分の憧れの人っすよ。自分もいつか
さんみたいな正義の味方になるさ。お、まつりちゃん、急に飛び出してきちゃ危ないよ。この辺でも普通に馬車の往来があるんだしさ。うわ、あれ、トモ姉ちゃん、え、なんでここに。うん、まつりちゃん、最近なぜか訓練を休んでるでしょ。なんでかなって心配してちょっと様子を見に来たんだよ。私、君のお世話を任されてるしね。普通に疑問だったし、君は健康優良児だから体調を崩したってこともなさそうだし、真面目だから連絡も入れずに休むなんてありえない。何かあったんじゃないかって不安になったんだよ。それで君がナイトメアに提出してた書類に記された住所まで足を運んだわけ。貴重な休日を潰してね。でもまあ成果はあったかな。元気そうでよかったよ。違うんすよ。自分はビーストの居住区に住んでるけど、別にビーストではなくて、これには事情があるんすよ。必死に隠したがってるから指摘しづらかったけど、君がビーストだっていうことは一目見ればわかるよ。そのフードの下には獣の耳が生えてるんでしょ。違うんすよ。自分はビーストじゃないっす。それならビーストと仲の悪いナイトメアに入ろうなんて思わないっすからね。まあいっか、君を追い詰めても仕方ないし。それよりも立ち話をするには気が休まらない環境だし、どっかのお店にでも入って話さない？ちょうどお昼時だしね。ご飯を食べがてら。おごるよ。こないだ剣術の大会で優勝してさ、賞金が入ったから懐があったかいんだ。え、そんなの悪いっすよ。でも自分もトモ姉ちゃんに相談したいことがあるし。子供が遠慮しないの。行こう。多分まつりちゃんのお母さんだろう人が鬼の形相で追いかけてきてるし。お母さんがあの顔をしてるときはやばいっす。前にお父さんと喧嘩したときに同じ顔をしてたっすけど、怒りに我を失って家を反壊させたっすよ。うやー、おっかない。とっとと退散しようか。お手をどうぞ、お姫様。安全な場所までエスコートしてあげる。あ、手握ればいいんすか。了解っす。お手手をつないでダッシュで逃げるっすよ。はい、まつりちゃん、メニューだよ。好きなものを注文していいからね。わーい、自分はハンバーグが食べたいっす。お肉を食べて強くなるっす。ハンバーグ定食ね。了解。飲み物はどうする？ハンバーグ定食だけだと栄養が偏っちゃうし、野菜ジュースとか頼む？お野菜は苦手っす。あの、クリームソーダとか頼んじゃダメっすかね？ダメってことはないよ。子供舌なんだね、まつりちゃんは。私は旬の焼き魚定食と煎茶をもらおうかな。渋い！トモ姉ちゃん、前から思ってたけど好みがお年寄り臭いっす。古風な家で育ったからね。代々続く剣術道場でさ。まあ、私のことはどうでもいいよ。官は旧大、それが目的だったから質問させてもらうけど、まつりちゃん、どうして近頃訓練を休んでたの？あ、別にお説教するつもりはないからね。心配なんだよ、まつりちゃん。どうか心を開いて素直に何でも話してほしいな。君はナイトメアでは私と一番年齢が近いから妹みたいに思ってるんだ。なるべく良くしてあげたいし、
悩みがあるなら相談に乗りたいよ。私は君のことが可愛いんだ。だからどうか頼ってほしい。トモ姉ちゃん、嬉しいっす。自分もトモ姉ちゃんのことを本当のお姉ちゃんみたいに思ってるっすよ。じゃあ正直に話すっすよ。変なことを聞くみたいっすけど、近頃ジュンさんの様子がおかしくないっすか？ああ、君もそう思う？私だけに態度が変なのかなと思ってたけど、まつりちゃんも同じように感じてるのか。ジュンさん、近頃あからさまに挙動不審だよね。あの人は門番として常に王宮の正門前に鎮座してるはずなのに、やたら街中で見かけるんだよね。しかも人気のない区画でうろうろしてたりするし、気になって声をかけても露骨に無視するしさ。一度はなんだか腹が立って、私冗談めかして背後からジュンさんって抱きついたりしてみたんだよ。そうしたらどうなったと思う？ジュンさん、無言で私を思いっきり突き飛ばしたんだよ。ほら、その時にすりむいた膝の怪我がまだ癒えてないよ。心も傷ついてしくしく痛む。私、ジュンさんには割と気に入られてると思ってたんだけどな。あの人は生真面目で寡黙で、だからこそからかうと面白いし、私がどれだけふざけたことをしても最後は優しく笑って許してくれる。そんなあの人が私は心から好きだよ。我らがナイトメアの団長として信頼してるし敬愛もしてる。でも最近のジュンさんはどうにもおかしい。まるで鎧の中に別人が入ってるみたいだ。トモ姉ちゃんにもジュンさんはそんな風な態度なんすか？自分の場合も同じような感じというか、もっとひどいっす。ジュンさん、近頃たびたびさっきまで自分たちがいたビーストの居住区に姿を見せるんすよ。それで大暴れをして去っていくんす。え？まさかジュンさんがそんなことを？居住区で暮らしているビーストたちが何らかの犯罪を犯したから討伐しに来たとか？ありえないっす。自分たちは素朴にのんびり暮らしてるっす。ビーストには血の気が多い人もたくさんいるから、ちょっとした喧嘩ぐらいは日常茶飯事っすけど、犯罪なんかしないっす。それにたとえそうだとしてもジュンさんはやりすぎっす。手当たり次第に建物を壊して通行人を殴ったり蹴ったりしたっす。いくらなんでもひどいっす。幸いまだ誰も重傷を負ったり死んだりはしてないっすけど、時間の問題な気がするっすよ。はあ、それでナイトメアに対する住民感情が目に見えて悪くなってるのかな。今日も私、道を歩いてるだけでやたら睨まれたし、単に私たちナイトメアがビーストたちに嫌われてるせいかなとも思ったんだけど。確かに嫌ってる人が多いっすけど、最近はそれが目に見えてひどくなってるっすよ。みんなで王宮に殴り込もうみたいな話まで出てきてるっす。自分もそんなナイトメアに出入りするのは危ないからって、お母さんが心配して全然家から出させてくれなかったんすよ。はあ、だから君は訓練を休んでたんだね。なるほど、おおむね把握したよ。しかし、わからないな。ジュンさんは何のつもりでそんな馬鹿げたことを。ジュンさんらしくない。これは本人に事情を聞く必要がありそうだ。場合によっては、たとえ相手がジュンさんだろうが切る。罪なき人々を仇に傷つける輩を、私たちは看過できない。私たちナイトメアは、正義の味方だからね。なんだ貴様は！どうして攻撃してくる！まさか謀反か！
どういう状況だ、これは。ナイトメアのみんなが互いに切り結んでいる。殺し合っているのか、仲間同士で。なぜ、ああ少年、危険かもしれないから帰れと言っただろう。年長者の言うことは聞いてほしいよ。うん、反省してほしい。君が怪我でもしたら私はずっと後悔してしまう。わがままな話ではあるけど、私のために今後はもっと自分の身を大事にしてほしいな。そうか、嬉しくはあるけど気遣いは無用だ。これが私の仕事だしな。危険は承知の上ではある。でも君は平和に暮らすべき善良な市民だろ。おっと、のんきのおしゃべりしてはいられないな。あちこちで暴れている者がいるし、迂闊に動かない方がいいだろう。私の後ろに隠れていてほしい、少年。状況はよくわからないけど、まずは戦っているみんなを止めないと。お前たち、これは何の騒ぎだ。即刻戦闘行為を中断せよ。高貴な方々がおわす王宮で乱痴気騒ぎを繰り広げるなど言語道断、松代までの恥だぞ。ああ、団長、団長は正気ですか。こいつらなぜかいきなり襲いかかってきて。あれ団長が二人。危ない。お前も怯えて逃げ惑っていないで抵抗ぐらいしろ。何のために日頃から厳しい訓練を受けているんだ。こういう緊急事態が発生した時のためだろうが。はい、すみません。でも何が何だか分からなくて。それは私も同じだ。でも対応しないわけにもいかないだろう。王宮内部の平穏を保つのは我らナイトメアの最優先事項だ。泣き言は後にしろ。ナイトメア総員、私の言葉が理解できるなら構えて対応しろ。正義と平和のために最善を尽くせ。相変わらず生真面目というか優等生というか、全く面白みのないことばかり言うね、団長。あ、クリスちゃん、クリスティーナ副団長。こういう混沌とした状況だと必ず当たり前のように顔を見せるな。むしろ感心するぞ。いや、たまたまだけどね。混沌が私を呼ぶのさ。陛下と個人的にお茶を楽しんでいる最中だったので、それを邪魔されてなかなか腹が立っているよ。お前は、その正気なのか。よく聞かれるけれど、実際正気かどうかの判断など一体誰につけられる。どんな物差しを使えばいい。神様ですら区別するのは無理だろうさ。神ならぬ我らにできることは己の物差しで己の正義に基づき行動することのみ。それがナイトメアの流儀だろう、団長。ああ、それはそうだ。よかった、クリスちゃんは冷静だな。ふん、何度も言っているが、私をクリスちゃんと呼んでいいのは友達だけだ。それに適当なことを言っただけだし、感心されると背中が痒くなるよ。おっと、野暮だね。せっかく珍しく口下手な団長とおしゃべりを楽しめていたのに。しかしまあ、モノマネをするならするで、もっと上手にすることだ。拍手をしてやる価値もないね。ああ、いまいましい。その剣筋も体さばきも何もかもが洗練されていなくて貧弱、無様。
へそで茶が湧くね。それで団長のふりをしているつもりなら、サルマネもいいところだ。私もそれなりに認めている団長に対しての、いや、騎士に対してのありえん侮辱だ。首を落としてやるから、床にキスをしながら不敬を恥じるといいよ。手応えが薄い。うわ、自分と同じ外見をした者が首を切り落とされる光景はあんまり見ていて気持ちのいいものじゃないな。あとクリスちゃん、相手が何者かもわからないのに問答無用で殺しちゃダメだ。お優しいことで。しかしまあ、どうやらそういう常識的な気遣いをしても仕方がない相手のようだぞ。復活した？首を落とされたのに。おまけにどんどん同じように様子がおかしい連中が集まってくる。何なんだろうこいつらは。あまり強くはないようだが、正体不明でやや不気味だな。わからない、悪い夢のようだ。あれだろうか、近頃噂のシャドウというやつか。ああ、実在する人物とほぼ同じ見た目をした魔物のようなものというやつか。私も何とか交戦したことがあるが、あれとも異なる存在のような勘だがね。少なくともシャドウは常人なら死ぬ程度のダメージを与えれば倒せたぞ。だがこいつらは首を落としても手足を飛ばしても平然としている。しかも先ほどちらりと見えたが、鎧の中身は空っぽだったな。シャドウは曖昧ながら肉体のようなものを有しているはずだが、こいつらは上っ面だけのハリボテだ。つまらないね。肉を切り刻む手応えを感じながら悲鳴や返り血を浴びて戦うのが楽しいのに。クリスちゃんの思考にはついていけないが、シャドウではないならこいつらは何者なんだろう。さあ、私は学者じゃないからわからないよ。あまり興味もないしね。とにもかくにもこいつらは戦力的には大したことがないようだから、制圧するのはたやすいね。そうだな、手分けして暴れているやつらを手錠や縄などで捕獲しよう。まっとうな方法では殺せないとしても、身動きを封じてしまえば脅威は去る。私は殺し合いがしたいのに。もうそんな時代ではないよクリスちゃん。しかしこいつらの正体はわからないけど、近頃私に対して他の団員たちがよそよそしかった理由がわかった気がする。私、避けられたりする理由に身に覚えがなかったんだけど、多分こいつらが私の偽物が他の団員に何かをしたんじゃないだろうか。今みたいに脈絡なく襲ってきたりしたのかも。見た目は全く同じだし、偽物だなんて普通はすぐに気づかない。ともちゃんたちはこの偽物を私だと思い込んでいたんだ。きっとそうだ。なんだ、ちょっと疑問が解消された気がする。だからって何の解決にもならないけど。何の話だ、よくわからんが、相変わらずいかめしい見た目の割にめめしい悩みを抱えているようだね。そういうところ可愛いよね団長は。ありがとう、可愛いなんて生まれて初めて言われた。皮肉で言ったのだけど、あ、いいアイディアをひらめいた団長。ん？何クリスちゃん。死ねえ！危ないな、急にどうした、なぜ切りかかってくる。避けられた。失敬、同じような見た目の連中がゴロゴロいるから
つい間違えてしまったよ。あれ、どれが団長だろう。わからなくなってしまったな。あ、こいつか。こいつが偽物か。ほれほれ。やめろ。私は本物だ。偽物はあっち。偽物はみんなそう言うんだよ。本物だと言うなら証明してみせろ。まあ首を落としてみれば嫌でも区別はつけられるけどね。死ななかったら偽物で、死んだら本物だ。危ない危ない、やめろクリスチャン。遊んでる場合か。クリスチャンは賢いんだからわかるだろう。私は本物のジュンだ。なんだって？剣撃の音が激しくて聞こえないな。クリスチャンの悪い癖が出た。どうしてすぐに悪ふざけを始めるんだろう。なぜかは知らないけど、ことあるごとに私と戦おうとするんだよな。この状況を利用して私とドンパチやり合おうって腹か。でも付き合ってられない。そんな場合でもない。どうすればいいんだろう少年。それが通じる相手なら最初から私も苦労しない。ああ、でも説得の仕方によっては。よし、いいことを思いついたぞ。どうして？ああ、なるほど、そういうことか。クリスチャン、ほら、兜を脱いだぞ。偽物は兜や鎧の中身が空洞だろう。私はご覧の通り、ちゃんと顔があるから本物だ。必死だね、団長。いつも素顔を見られるのを嫌がるくせに。嫌だよ、恥ずかしいから。でも、他に方法が思いつかない。不器用だね。そういうところが愛おしいし、ぜひとも互いに命がけでやり合いたいって思ってしまうよ。ほらほら団長、たっぷり愛し合おう。顔だけでなく、肌のすべてと魂も晒してむつみ合おう。なんで攻撃を止めてくれない。一体何がしたいんだクリスチャン。やめないと本気で怒るぞ。正解。要するに私は団長を怒らせたいのさ。そして殺し合いたい。いかん、偽物たちが逃げていくぞ。ほう、私の殺気を感知して怯え遠ざかったか。虫けら程度の生存本能、そして知性はあるようだ。まあ人間に比べれば魅力のないおもちゃだけどね。わけのわからないことを言ってないで、連中を追いかけよう。クリスチャン、他の団員も動けるものはついてこい。あいつら市街地の方へ向かったぞ。戦う力のない市民が襲われて大惨事になりかねない。そんな事態を避けるために結成された正義の味方が我らナイトメアだ。そんなナイトメアと同じ見た目をした連中がアビ教官の惨劇を巻き起こすことになるとはな。面白い。笑ってる場合か。ああもう、後でお説教するからなクリスチャン。いいや、陛下の真似をして予言しようか。お前は私に説教などしない。むしろ褒めてくれるよ。それを見越して先に言っておこう。いえいえ、どういたしまして。ん？ようやく追いついた。あんまり走るのは得意じゃないんだよな。鎧が重たいから。いや、君は知ってるだろうけど、家訓があって。って、ついてきてしまったのか少年。
本当にさっさと避難した方がいいぞ。まあ君の味方を強化する能力は大変ありがたいものではあるけど、危ないからできるだけ離れた位置にいてほしい。ともかくもう逃げ場はないぞ。神妙にお縄につけ。ナイトメア総員、敵を包囲せよ。押し倒し無力化してから捕縛。抵抗するようなら手足を切り飛ばしても構わん。敵は肉を持たぬ不可思議な存在、おそらく命を宿した鎧のようなものだ。その程度では死なない。帰り血を浴び罪悪感に駆られて眠れぬ夜を過ごすこともないだろう。堂々とおとぎ話の正義の味方が怪人を打ち倒すように華麗に敵を退治しよう。大声を出すのは苦手だが必要なことだ。自分たちの偽物が暴れ回ってるのを見てナイトメアのみんなは動揺している。私が揺るがず勇ましい態度を取ることでみんなも安心するはずだ。ジュンさん、どういう事態ですかこれは。まつりちゃん。ああ、そういえばこの辺の地域に住んでるんだったな。危ないから新入りの君は安全なところへ避難してほしい。うん、自分も戦うっす。ここは自分の町っすから。戦力も足りないでしょ、ジュンさん。助太刀させてほしい。トモちゃんも。あれ、二人ともなんでここに。成り行きです。まつりちゃんとご飯を食べた後この子を自宅に送っていく途中で返事に行き合ったんですよ。何なんですこいつら。ジュンさんが二人いる。噂のシャドウっていうやつでしょうか。違うと思うがわからない。そして正体不明だが放置もできない。こいつらは我らの姿を真似て無法な振る舞いをしている。絶対に許せない。こいつらのせいでみんなに嫌われたんじゃないかって無駄にモヤモヤさせられたし。はあ、なるほど。いろんなことに合点がいった。私たちの偽物とはね。その発想はなかった。シャドウなどの目撃情報を聞いてはいたのに、私もまだまだ子供だな。ジュンさんの偽物にひどい態度を取られて自分で思ってる以上に傷ついていたみたい。まともに頭が働かなかったね。疑って申し訳ない。自分も反省するっす。ヒーローの偽物が登場するのはそういうお話のお約束なのに、なんですぐに気づかなかったんすかね。仕方ないだろ、見た目は全く同じなんだし。今後は一目見ただけで本物か偽物か区別できるぐらいに親しく深い関係になれたらと思う。そんな未来のために互いに疑い合って傷つけ合うことなく愛し慈しみ合う仲間となるために、この恐るべき異変を手を携えて解決しよう。手伝ってくれるね、二人とも。当然っす。悪いことをしてたのは偽物なんだってお父さんやお母さんに、このビーストの居住区で暮らしてるみんなに証明したいっす。うん、敵も倒せてジュンさんの汚名もすすげる一石二鳥の展開だね。もしやそのために敵をこのビーストの居住区まで追い込んだの。いやー、感服した。そういう絡めても使えるんですね。え、いや、普通に夢中で追いかけてたらこの場所にたどり着いたんだ。苦労したぞ。やたらとクリスちゃんが直属の部下を使って妨害めいたことをしてきたし。クリスティーナが？あれ、あなた相変わらず気配がないね。なんでいるの？さてはジュンさんとデートしてたのかな。え、お二人はそういう関係だったんすか。なんか複雑な気分っす。でも
純さんなら。違う、そういう関係じゃないからな。確かに少年とは仲良くさせてもらってるけど。おっと、のんきに会話してる場合じゃないね。敵さん追い詰められて自暴自棄になってるみたい。なりふり構わずに暴れ始めたよ。くー、最終決戦っすね。燃えてきたっす。平和を生み出す悪者は自分たちナイトメアが退治するっす。ヒーローの心得その2、正義は必ず勝つ。うん、今日に限ってはチャチャを入れる隙間がないほど私たちが正義だね。いつも通りに怪盗ランマを立ってみせよう。気をつけろ、連中の様子がおかしい。まつりちゃん、戦闘は私たちに任せて住民の避難誘導をしてほしい。君はここで暮らしている子供だ。私たちに反感を抱いているビーストたちも君の言うことなら聞く。おっ、適材適所ってやつっすね。みんなさっさと家の中に逃げてほしいっす。わ、大変っす。向こうの噴水のところに逃げ遅れてる人がいるっす。怖いよ。いかん、子供が転んで怪我をして動けずにいるみたいだ。母親らしき人が抱えて逃げようとしたところを敵に取り囲まれた感じか。安心しろ、今すぐ救出する。来ないで。この子の命だけは助けて。来ないでと言われても向かうとも、それが我らの職務だ。そしてその子だけでなく、あなたの命も必ず助ける。間に合わん、全力で飛び込んでこの身を盾にする。よし、無事か。間一髪だったな。私に触れられるのは嫌かもしれないが、このまま抱えて安全な場所まで退避させるぞ。あなた、血が、剣が鎧を貫通して。この程度はかすり傷だ。回復魔法ですぐ治る。それよりもあなたたちが無事でよかった。あ、なんか顔がスースーすると思ったら兜がない。今の衝撃で脱げてしまったか。お兄ちゃん、兜ってこれ？おお、そんなところに落ちていたのか。教えてくれてありがとう。でも私はお兄ちゃんじゃなくてお姉ちゃんだぞ。敵がどんどん集まってくるな。兜を拾うのは後回しにしよう。今は彼女らを避難させるのを優先する。13、援護する。退路を確保するから急いでその人たちを安全なところへ。とりあえずこの家でかくまうっす。ここ自分のお家だから安心っすよ。うん、了解。よし、あと一仕事頑張ろう。待たせたな諸君。みんな大好きナイトメアの頼れる副団長クリスティーナさんが助けに来てあげたよ。これでもう安心だな。ということで全員まとめて屍になるといいよ。危ない。クリスちゃん、しばらく姿を見なかったが、どこに消えていた？っていうか、来てくれたのは嬉しいが、敵を見誤るな。私は本物のジュンだ。冗談冗談、そう怒るな団長。せっかく綺麗な顔をしているのだから、どんな美人でもしかめっ面だとブサイクに見えるぞ。ああ、もう
どうでもいいから暴れるな。クリスちゃんの足元に私の兜がある。それを回収したい。おっと、足が滑った。なんで兜を蹴り飛ばす。困る。ついでにその邪魔な仮面も取り払ってあげよう。何なんだ、一体何がしたいんだクリスちゃん。愉快なことがしたいね。そしてなるべく面倒なことはしたくない。ほーらご覧、敵さん、そんな私の望みを叶えてくれるつもりらしい。なんだこれ、敵の様子がおかしい。偽物たちが、暴れていたやつも倒れていたやつもみんな集まって融合していく。転がったジュンさんの兜とかも全部溶けて混ざって、うわ、なんかグロい。なんなんすかあれ。自分たち一体何と戦ってるんすか。ふん、私は奥島の坊や、とある博識な知人のところに寄り道をしていたのだがね、魔物研究の専門家であるあの子の弁によると、あれはリビングメイルと呼ばれる存在らしいぞ。リビングメイル、生きた鎧。うん、そう呼ばれている。正確には金属を捕食し成り代わる性質を持つ微生物の軍隊らしいね。餌である金属を貪り、そっくりそのままの見た目に擬態する。戦時中、金属製の武器や防具が大量生産された時代には何度かこれが爆発的に増殖して猛威を振るったらしい。私は知らなかったが、ちゃんと記録にも残っているようだぞ。ああ、幼い頃に祖父からそんなような話を聞いたのを思い出した。夜中に鎧が一人でに動き回ったり、剣がフラフラと空を飛んだり、てっきりよくある怪談のようなものだと思っていたが。実在したらしいね。いつだって事実は小説よりも奇なり。ともあれ、戦時中は軍隊としての役目を担うナイトメアの装備、武具、防具の中でリビングメールは長い時間を生き延びていた。そしていつの間にか増殖し、おそらく倉庫に保管されていた我らの鎧や剣も捕食して成り変わっていたのだろう。軍隊であるこの魔物は一定数以上増えて集まるとある程度の知性を得るらしいな。そして自発的に動き出してあちこちで迷惑をかけまくったというわけだ。ビーストの居住区などが優先的に襲われていたのは、彼らを長年迫害してきた王宮の武具などが元になっているからだろうか。なんで気づかなかったんだろう。ああ、もっと定期的に丁寧に武具などの整備をさせておくんだった。そうしたら誰かが異変を察知したはずだ。平和な時代が長すぎて油断していたね。まあ連中も我らに不審がられないように擬態し、普段は決して動かず普通の武具、防具のふりをしていたんだろうが。それがなんで今回急に暴れ始めたんだ。連中は生物だ。常に栄養を補給する必要がある。仲間が増えすぎて食べ物が足りずに飢えて、手当たり次第に餌となる金属を求めて動き始めたんだろうさ。放っておいたら町中の金属が全て連中の胃袋の中に収まるぞ。そして魔物になり変わる。ゾッとしないね。迂闊に金属製の鍋で料理もできなくなる。クリスティーナおばさん、料理とかするんすね。意外っす。案外私は家庭的なんだよ。このギャップが魅力的だろ。それと次にまたおばさんと呼んだら、その愛らしい耳を引きちぎるぞ。じゃれ合ってる場合じゃないよって、軽薄鮮慮な私が言うことでもないけど、リビングメイルとやらはどうも総力を結集して私たちを潰すつもりらしい。融合して巨大な金属の集合体になった。建築物よりでかい。
あれに大暴れされたら町に甚大な被害が出る。敵が金属を捕食し増殖する性質を持つ以上、町中の金属を取り込み続けてさらに巨大化する可能性もあるしな。ここで確実に殲滅する必要がある。ランドセルの平和を守るために。了解。逆に考えると敵が一塊になってくれたおかげで分かりやすくなりましたね。あれを倒せば当面は一件落着かな。念のため、あれを倒した後も金属探知魔法などで町中を探査する必要があるだろうがな。生き残りがいたら発見次第始末する。こんな騒ぎは二度とごめんだろう。ちなみに私はそういう面倒くさい作業はしないからな。お前らに任せる。いいだろう。その代わり今目の前にいるあの巨大な魔物を倒すのには協力してほしい。君の戦力が必要だ、クリスちゃん。頼られるのは嬉しいね。ただ私なんぞを信じて後で裏切られて泣きを見ても知らないぞ。少なくとも食欲のみに突き動かされて動く敵よりも、私たちの偽物よりも信用に足る。知性ある人類として、信頼し合える仲間として、町の平和を守る正義の味方として、我らナイトメア一丸となって異変を解決しよう。総員罰剣、悪しき魔物リビングメールを相当する。了解数13、ドリャーン、一撃必殺、正義の刃を受けてみるっすよ。ストップ、うかつに突っ込んじゃダメだよ、まつりちゃん。敵は金属を捕食するらしいしね、刃物で切りつけると取り込まれる可能性がある。じゃあどうやって戦うんすか。肉弾戦すか。でも敵は金属すから、殴りかかったらこっちの拳が砕けちゃうっすよ。実際敵と長く交戦していた私たちの鎧や剣などはある程度捕食されていると考えた方がいいな。先ほどからやけにずっしりとした重みを感じる。鎧などを捕食し支配した敵が私たちの動きを妨害しているんだろう。戦いが終わった後で武具防具を精密検査し、敵を炙り出して消毒浄化する必要がある。なんか気持ち悪いっす。でも言われてみたら剣が微妙にこっちが思ってるのと違う動きをするような基本的に金属製の武具防具を装備しての近接戦を専門とする我らナイトメアにとっては相性が最悪の敵だな。笑ってる場合か。どうすればいい。この状況って詰んでない。うろたえるな小娘、かわいいな。安心しろ、こうなるのを予想して賢い私は陛下に特別な魔法兵器を支給してもらっている。試作品だから見栄えは悪いがな、金属を一切用いていない木組みの魔法の大砲のようなものだ。大急ぎで組み立てたので一発撃ったらお釈迦になるだろうが、金属すら融解させる超高温の熱線を放ち敵を地上から蒸発させられる。お前たちは私の指示通りの位置に敵を誘導しろ。射角を調整し町の人々に被害が及ばないように気をつけて熱線を発射する。ちょっと意外だ。あなたなら町の住民のことなど知ったことではないとか言いそうなのに。これでも私は意外と人間を愛しているんだよ、ともちゃん。この退屈な浮世ではめったに見つからない面白いおもちゃだからね。ともあれどうでもいいが、みんな私の気が変わらないうちにさっさと言う通りに動け。たまには副団長の上官の言うことは聞くべきだぞ。了解。あなたに従うのはやや気に食わないけど是非もないかな。あ、ありがたい。
こちらから頼みたいぐらいだったよ。そうだな、坊や。お前は仲間を強化することができるんだろう。その能力で私たちを援護してくれ。うん、頼む。私たちを強くしてくれ、少年。強くなければ生き残れない。ここは過酷な戦場だから。そんな場所に君のような子供を連れてきたくはなかったのだけど、安心してほしい。君のことは私が命がけで守り抜く。君だけでなく、町の人々、世界中の人々を守ってみせる。それが正義だ。武器も防具も私たちもそのために生まれたんだ。うひゃー、気持ちいい。素晴らしい。力がみなぎってきたよ。これなら勝てる。ありがとう、まつりちゃん。まずは動き回って敵の注意を引いて。わっ、分かったっす。とも姉ちゃんの言う通りにするっす。ほらほら、お兄さん、こちら手のなる方へ。七色の火薬玉を炸裂させて敵の注目を集めるっすよ。これでいいっすかね。上出来。敵が何も考えずに反射的にまつりちゃんに近づいてくる。多少は知性があるようだけど剣術を知らないね。魔物に指南してあげよう。三熊流の極意を。敵の脚部に組みついて重心を崩して転ばせる。地に足がついていない相手など煮るなり焼くなり切り刻むなり好きにできる。これで勝ったも同然だね。無茶をする。大暴れしている巨大な魔物の足元に飛び込んで組みつくなんてね。勇猛果敢なのは悪いことじゃないけど、一歩間違えたら踏みつぶされてたぞ。でもその勇気を無駄にはしない。ふっ。私の鎧はそれなりに捕食されてしまっているのか。全身は重いけれど、私は物心がつく前から鎧や兜と共にあった。慣れ親しんだこの重みを力に変えて解き放つ。クリスちゃん、全力で敵に体当たりして空中に跳ね飛ばす。そこを狙って大砲を撃て。了解。たまには共同作業も悪くないね。なかなか楽しい。仕事だ。楽しむ必要はない。やるべきことをやるだけ。諸君、大急ぎで私の後ろに退避しろ。放たれる熱線にわずかにでも触れれば人間など骨も残らんぞ。怖っ。総員退避。衝撃に備えろ。全力でやってくれ、クリスちゃん。承知した。景気よく花火をぶち上げようか。それを正義と名付けるといいよ。以上の威力だな。太陽の輝きすら霞みそうだ。あー、もう無駄に砂ぼこりが巻き上がって服が汚れるね。だがまあ不思議と気分は悪くない。いいストレス発散になった。敵の残党の掃討や町中で兵器をぶっ放した件についての始末書の作成について考えると頭が痛いが、そういう面倒なことはお前らに任せる。支え合い助け合う得難い仲間がいてくれて頂上だよ。都合のいい時だけ仲間とか言う。
いいけどな。私も同じ気持ちだから。さあ、熱く輝く光よ。魔物と共に不信感や猜疑心、あらゆる悪を消し飛ばしてくれ。そう都合よくはいかないのが現実だけど、私はそれを願うよ。ありがとう。でもなんで当たり前のようにここにいるのかな。今日はナイトメアの身内だけでの打ち上げだよね。あんたもすっごい活躍したっすから。あんたが自分たちを強化してくれたので、あんな恐ろしい魔物にも勝てたっすよ。へえ、そういえばこのお店の制服っぽいのを着てるね。なかなか似合ってるよ。いつもより凛々しく見えるね。うわ、嬉しいっす。でも一緒に戦った仲間なんすから、お給仕をしてないで飲んだり食べたりするっすよ。ほらほら、みんな、少年は仕事中なんだからあんまり絡んじゃダメだよ。少年、バイトの時間が終わったらこの席に合流してほしい。育ち盛りなんだからたくさん食べてね。手助けしてくれたお礼にご飯の代金は私が支払うし、ともあれ、みんな今回は本当にお疲れ様。みんなが最善を尽くしてくれたおかげで事態は解決し、町に平和が戻った。今後も協力し一致団結して。話が長い上に面白くないよ団長、クサクサする。実際終わったことについて話しても仕方がないだろう。そんなのは老後の楽しみにとっておけ。私たちのような若者は輝かしい未来について語り合うべきだよ。若者って年齢じゃないでしょ、クリスティーナおばさん。殺すぞ。だがその態度は心地いいね。もっと敵意をぶつけてくれ。敵意などないよ。むしろ今回の件であなたを見直した。獅子心中の虫だと思って警戒していたけど、あなたも正義を愛するナイトメアの仲間だね。どうかな、いい子ちゃんだと思われたら困るね。悪ふざけがしづらくなる。息苦しい世の中だ。羽目を外す機会はあればあるほどいい。お前らももっと欲望に身を任せてやりたい放題にやれ。正義正義とのたまうばかりではよくないよ。悪も知らねば正義との見分けがつかなくなる。頑畜のある発言っす。さすがっす、年の功っすね。お前ら今はそう言って笑っていられるが、そのうち私がその心ない発言によってどれだけ傷ついているか身をもって実感することになるよ。ああ、老化は悲劇だね。忌まわしい運命だよ。私も年齢を重ねて丸くなってしまったのかな。今回はらしくない振る舞いばかりをしてしまった。うん、クリスちゃん、ありがとう。敵をビーストの居住区に追い詰めたのは私の悪い噂を払拭するためだったんだろ。ビーストたちの目の前でこれまでみんなに迷惑をかけていたのは偽物で、その正体が魔物だったと喧伝した。そのおかげである程度は誤解も解けたと思う。もちろんそんなに話は簡単じゃない。王宮は長年にわたってビーストたちを迫害してきた。恨みつらみは根強く残っているけれど、根気よく時間をかけて
それを解きほぐしていこう。誠意を示し続ければ分かってくれる人もいるはずだ。そうっすよ。少なくとも自分はジュンさんがナイトメアのみんなが大好きっす。それにあの騒動の中でジュンさんはビーストの親子を助けたっすよね。あの人たちすっごい感謝してたっす。みんなが王宮の悪口とかを言ってたらそっといさめてくれたりするっすよ。女の子の方はすっかりジュンさんのファンになったみたいで、自分はよく話を聞かれるっす。自分はその度に大喜びで話をするっす。自分の大好きなヒーローたちの話を。ありがたいな。そうやって少しずつ変わっていくといいね。何もかもが時間はかかるし難しいだろうけど、希望は決して消えはしない。いつかきっと誰もが笑い合って仲良く暮らせる平和な時代になるはずだ。ううん、そんな理想を実現するために努力していこう。クリスちゃんがさっき言った通り、そんな輝かしい未来の話をしようか、みんなで一緒に。全員で連携すれば必ず勝てる。さあ決着をつけるよ。よくもみんなを騙したすね。絶対に許さないっすよ。やれやれ、こういうのは性に合わないんだが、今回だけは協力してやろう。集中さ、嬉しそうに見えない？気のせいだろ。まだまだ戦い足りないぞ。他に敵はいないのか？やっぱり最後は必ずヒーローが勝つってことっす。まつりちゃんの言う通りだね。ん？あれ、まだ先があるみたいだ。まだ敵がいるかもしれないっす。安全を確保するためにも隅々まで見回りすべきっすね。まつりちゃん、一人で先に行くと危険だぞ。く、暗いっすね。なんか出そうな雰囲気っす。みんな警戒を緩めないようにしてくれ。何が出るかわからないからね。ふん、むしろ出てもらわないと困る。
これだけ歩かされた挙句何もいないなんて結末はごめんだぞ。まだ道は続いているみたいだ。慎重に進もう。ノリノリで行くさ。さあしっかり戦うさ。目の前で見ると威圧感がすごいっす。少しでも隙を見せればやられそうだ。気は抜けないね。全員でかかれば問題ない相手のはずだ。連携を忘れずに戦おう。私一人で十分なんだがな。まあいい、早速味見させてもらおうか。あ、集中さ。暴れるぜ。畳みかけるわよ。ゆっ、燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。奥さん救急犬ナックルアロー。いや、お見事でございます。暴れたら腹減ったな。なんか食いに行くか。出陣だな。さあしっかり戦うさ。何をまごまごしてるんだ。さっさと戦うぞ。もう待ちきれん。これは簡単には勝たせてもらえそうにないな。強そうっす。でも負けないっすよ。正義と平和のために。さあみんな行くぞ。あ、集中さ。えい、おや、悪く思うな。はっ、燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。いいじゃない。引かぬと言うな。行くさ。救急犬ナックルアロー。クラウダに攻撃するな。打ち込むぞ。どうや。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。この手で守る。インフェルノシールド。いいじゃない。この2体いくさ。救急犬ナックルアロー。おやつなぜ。かぬと言うなら覚悟しろよ。さあ食らいやがれ。まだ驚いてたってさ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。と舐めてやる。受けてみろ。おや、攻撃するな。かぬと言うなら。クールに燃え上がる。悪く思うな。この手で守る。インフェルノシールド。いいじゃない。畳みかけるわよ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。なかなかやるな。いいじゃない。クラウガイ。どりゃ。やったな。カヌと言うなら。クールに燃え上がるねってのに。ダメなの。受けてみろ。畳みかけるわよ。えい、なの。負けないわ。ロロロロ。へい。やったっす。
あんなに強い敵を倒すなんてみんなすごいっす。これも少年のおかげだ。君の力には助けられた。あなたの功績はとても大きいね。私たちだけだったら危なかったよ。まあ認めてやらなくもないよ。だがこれくらいじゃ満足できないな。私は先に行かせてもらう。自分も負けてられないっす。平和のためにも戦うっすよ。待て、敵が待ち受けているかもしれない。不用意に進むと危険だぞ。やれやれ、クリスティーナには困ったものだね。仕方ない、私たちも追うとしようか。敵がどこにいるかわからないし、気を緩めずに紹介しようか。もちろん手伝ってくれるよね。